何よ。俺は今すっげえ怒ってるわけよ。この顔見りゃわかる通り。いや本当に恐ろしい顔面をしてるわ春日君は。てかごめん、おかんの顔写真使っちゃった。わかってね。だ誰が鬼じゃー。でなんだよお前今日いきなり誘ってきて。いやいや春日君、私スマブラ強くなったからスマブラやりたいのよ一緒に。あのお前がスマブラ強い、どんな勘違いだよ。いやいや赤澤君、勘違いだと思うなら一回私と対戦をするのよ。まあしょうがねえな。じゃあ、ここにこのバッチみたいなやつをペイ。そしたら私もペイ。早くペイしてよ。ペイしたわよほら。いやおかんいないじゃん。いやいやこの可愛らしいね、美人なおかん。美人なおかんっていう謎の人はいるけどブスなおかんがいないぞ。誰がブスじゃ。いや私美人だからね。ほら早く始めるわよ。キャラ、あ待って、キャラ俺カービィになっちゃってる。帰れないのこれ。え、これどうやってキャラ変えんの。キャラ帰れない。カー、まあいいだろう、カービィでも俺は勝てるぜ。まあいいだろう、私はねマリオ、マリオナンバーワンだからね赤坂くん。え、おかどんぐらい強くなったちなみに。いやもう最強よマジで。俺もしかして負けるおかんに。負けるわよあなた、もう絶対に負ける。あー、まあ制限時間2分半でございますので。余裕なのよあんたをね、ボコボコにするから。待って、サーバー目指すって何。待って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 、おかん待って、待ってサーバー目指す。ちょっと待って、嘘でしょ。嘘でしょ。メンテナンスの前にボコボコにしやろお前よ。メンテナンスが始まる前にお前のこと絶対倒してやる。いいや私が倒すからだ絶対。おらてめえ、今さ撮影時間15時57分なんだけど、多分これ16時から始まるやつだよね。そうだね、間違いない気がする。おらなんで、あー痛い。待って、落ちる。アップね、落ちやがれ、落ち。あーちょっ、なんか強くなったって割には全然勝ててない気がしますけどね。ちょっと、ま、あああれちょっと、あれあれ、早く本気出せ早く。いいね、早く赤坂くんね。 やっぱりね、私が強すぎてな、あれなのよ、私が本気を出したらだって楽しくないでしょ。いやいやいや、逆にあのよ、よ手加減されても楽しくないからさ。いやだから手加減されてもされて楽しくないからさ。あー分かった分かった、じゃあ手加減しないからね、もう赤坂くん。よっしゃ、よいしょ、じゃあ先生どうぞ、俺と戦うぞ。よし戦うわよ赤坂くん。あれ、あ俺食べたい上の目。違うのよ赤坂くん、これ私はマリオを使ったことがないからね。いやいや本当に強いならどんなキャラでも強いはずでしょ。あー確かにね赤坂くん、お前マリオを使ってる人に謝るよ今の発言。すいません。あっコンビは、よっしゃー、なんで、いいよー、ちょっとお母のことボコせー。待ってよ、お前自分から勝負挑んどいてこれ。お前また自爆してんじゃねえか。いや今のはバグだ、バグ。ああ、そうやってバグのせいにするんだ、かわいそうな、ほんとにお前は。おれと、え、ところでいつ本気出すの。いやもう、え、今、え、マジで今もう出してんのこれで。いや出してない出してない、さすがにそれは信じられないわ。全然出してないわ赤坂君まだ。ほらほら、おれ。ああいいねいいね、おれ、ば、おれ。やばい、一回死んじゃった。弱いな、私です。あれカービィ、ウェイ。まあ、また迷うな赤坂くん、これは。ああこれたまたま、あたまたまで勝っちゃったな俺これ、うん、赤坂くんこれはたまたまなのよ。え、じゃあもう一回やんの。次で分かった、もう勝者を決めよう。さっきの試合何だったのお前、ちなみに解説してくんない。どういうことよ。さっきの弱さ解説して自分で。いいよ、今から強くなるから赤坂くん。だからさっきのなんであんな弱かったのって聞いてんの。いや弱くないよ。いや弱いよね。え、あ、さっきのは分かった分かった分かった、認める認める、さっきのは認める。さっきはねちょっと寝起きだから私、うん。ああそういうことね。そうね、今ねウォーミングアップをしてたのよさっき。ほらもう強いでしょ赤坂君。ほら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 っていうほどのプレースキル。ほら私のもの、ルナムーンだ。おいチートやぞそのお前。ルナムーン個性ずつから来ました。怒ってるよ、怒ってるよ。チート、それチート。これは良くない、良くない本当に。いやいや、お前も俺ぐらいのプレーをすれば。ああ、溺れる、あ溺れる、溺れる、助けて。お前ただでさえ泳げないんだから。ザコダウン。ダウンしてないよ全然。ダウン、なんだ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 、何が起きる。上になんか上マーク、上マークがついてます。ベルマーク。ああ出た、よっしゃよし、私今最強だからな赤坂、あんまりな調子乗んない方がいいよ。おかんが弱いと思う人はチャンネル登録と高評価お願いします。誰が弱いじゃん。ほらじゃあダメそれ。
ダメなのよ。ちょっと早く、ちょっと地獄行って、地獄行かないからね、私は春日君。ほらほら早く、なんかまた、なんか警告マーク来てる、警告マーク。何の警告なのよこれは。おかんの口の臭さ警告じゃないこれ。誰がおかんの口の臭さ。ああ絶対許さないお前。それは確かに警告出さないと人死ぬな。もうやす、もうやす、俺私のスーパーボール、私のスーパーボール。そうやってスーパーボール頼っていいのかお前。わーちゃーわちゃわちゃやったー。あれお前なんか落ちてるし。おいこのスーパーボール頼り意味なかったね。何度わざだったな今の。意味なかったね。あカビゴンだ、かわいい。やばい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 。うわーカビゴンが、カビゴン何も効果なかったようだ。あと13秒しかない、やばい。えこれ今のが同点じゃない。何いやいやでもそれでも勝ってるんだから僕の方が強いですよ。いや赤坂くんほぼ一緒ですよ。一緒なのよ。じゃあねもっとね私のことをね超コテンパンにしてねあの物申してごらんなさいよ。なんかこいつ負けてない、全然自分が弱いってこと自白しねえな。くそこうなったら、あ、わかった。あの人を呼んでドッキリをしよう。くっ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 く。ちょっとおかんさ。あ？待っといてくんない？ちょっと一回抜けるから。あら、何若作、一人で練習かしら。おほほほほほほ。ちょっと今から練習するから、待ってよ。はいはいはい。何の練習かしら、これは。何の練習を。なんだ何の練習よそれ。あ、もしもし、スマブラプロさんで会ってます？あ、なんだよ。あ、神風さん。え、スマブラプロと言ったら、あの、これしかないか。そうですよね、スマブラプロだということをね、僕が聞いて、今急いで手をかけてきたんですよ。おー、それは素晴らしい理由を持ってる、その耳を80年間大事にしろ。いやさっきね、俺オカンと2人スマブラしてて、俺オカンのことをボコしたんだけどさ、2回とも勝ったのに自分が弱いこと認めないんだよな、オカンってやつ。全然認めない。負けたけど私は強いんだからねとか言って。それだったら、あの子俺がオカンごとにねえ、ちょっと今日やってもらいたいことは、ちょっと神風さん、ちょっと僕のふりしてくれませんか。そういうこと。俺が赤坂のふりをして、プレイだけは神風さんで喋るのは俺でみたいな感じで。なるほど。そんなの冷静沈着な男に任せなさい。いや神風さんはスマブラで負けたことあるんすか。負けたことね、ない。うわもう強すぎるわ、さすがに。ないよ一応。え、なんか C さんに負けたこととかも。いやない。あ、ない。そう、あれはない。あれは、良くなってる。あれ、そういう、不利だから。あれ、嘘だったのね。そう。本当はもう、Cさんをボコボコにできるぐらい強いんだ。うん。よし、おかん、帰ってきたぜ。あれ、赤坂くん？はい。あ、CH って何よ。何が？え、あれさっきまでなんか名前が鬼のやつじゃなかった？さっきまで。あー、いやもう本当に確定したから俺、名前もアイコンも変えてきたのよ。そういうこと？うん、そういうこと。あ、そう、いつもお世話になって、何を言ってんのかしら、赤坂くん。本当に、おかんにあいつお世話になってるからさ。あー、そうよね。だからね、私が強いことを証明させるからね。また会いましたね。もうまた会っちゃったな、こんなブスと。誰がお前やん、ブスじゃ。あ、ちょっと神風さん暴走しちゃってんな。大丈夫かな、こんな暴走して。マリオでボコボコにするからね、赤ちゃんを。じゃあ次俺ロボットで行くわ、ロボットで。ほーら、いいじゃないの。私はマリオだからね、やっぱノーマルなマリオがいいのよ。いや、俺ロボット大好きだから。よし、レッツゴー。いや、うまいな、お前なかなか。まだまだだね、赤坂くん。ほら。強い。まだまだ。強いわ、お前。おーほほほーい。いや、お前。いいよー。あれ
危ない危ない。何をこの人、マリオがスター使うべきでしょ。なんでロボットがスター使ってんのよ。もうマリオの時代は終わったんだよ。これからロボットの時代だ。いいよ AI だ AI。 な、いてててなに、なにこいつ、なにちょっと、なにこいつ、ポケモンみたいな。よいしょ、帰ってくんな帰ってくんな。あ、こんなとこにボールがある。おれ、いや、やるな、お前なかなか。うおおお、やるね。いいじゃんいいじゃん、赤坂くん。じゃあ今からね、必殺技の、あ、いた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 、必殺技できてねえじゃん、全然。赤坂くん、ちょっと、なに、煽って、煽ってんのかしら。ウェイウェイウェイ、うわ、煽ってなかった今、赤坂。いや、そんなことないよ。あい今、煽って、なにこれ。あ、やった、ロケットランパー。いけ、おら、おら、おら。いや、ほら、え、ちょっとオカンマジでさ、オカン弱すぎるからさ、目つぶっていい。いや、目つぶっちゃダメよ、赤澤くん。目、別に俺はいいでしょ、俺は。あかんさー、目つぶるとか油断するからなのよ。なんか武者の仮面がいる、武者の仮面が。なになにこれ、え、なんか逆、あ、ちょっと待って、これ逆だ。あ、ちょっと待って、逆になってる。ちょっと待って、なになに、意味がわからない。あ、危ない、強かった、一回出来上がった。強すぎる私、危ないわ。やだまだかお前やるやん。ねねねねねね。パウブロック欲しい。あ、ちょっと赤坂くん、ちょっと、あー、ちょっと喉乾いたからちょっとオレンジジュース飲むね。ちょっと赤坂くん、オレンジジュースを飲まないでちょうだい。どうやって動いてんの？え、いやー、オレンジかかればね、ジュース飲みながらスマブラなんてできるから。すごくね、私のこと舐めてるね、やっぱりあんた。ジュース飲みながらなんて、あ、じゃあ、いや舐めてるし、だってお前全員ボロボロじゃん。いい、今からね、赤坂くん、全然まだまだだから、今からいい試合になる。てか今いい試合じゃん、ほら、ほら、いい試合やん、ほら、うらやっぱ師匠強いわ。師匠、あ、なにこれ、なになにこれ、ちょっと、おい、赤坂、なに、いい、うらぁ、赤坂、これ今の技何なのかしら。今の技はね、ゴールデンタワーっていう技だよ。へぇ、かっこいいわね、私もやりたいわ、ゴールデンタワー。そんななるわけねえだろ、バーガー。だ、だましたな、私のこと。んにょ、にょ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 、うーに、おらー、やられちまえ。危ない危ない、赤坂やられろ。いやー、いや、今日の晩ご飯何しようかな。そんなことを考えてる暇があるなら、私を倒すことを考えた方がいいんじゃないかしら、赤坂くん。あ、それもそうだね。うん、私が強すぎて今悶絶してるでしょ。いや、本当にもう悶絶してる、怖い怖い怖い。あ、怖いでしょ、ほら、怖い、ちゃいちゃいちゃい、やっぱプロ、いや、ほら、あー、あ、よし、いいじゃないの、1対1のサドンですよ、赤坂くん。ほらほらほら、サドンです。だほれほれ、なんだこいつ、な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 、案外印象、やったープロに勝てるわけがないだろ、お前。赤坂、あなたプロじゃないのよ。じゃあもう一回やるからね、赤坂くん。さっきの試合はポイント1、はい、次勝ったら100ポイント。いやー、出たー、ポイント崩壊するやつ、最後の最後で。あら、次はドンキーコングにしたのね。うーん、今度こそ、あんた勝ってたでしょ、煽りやがって。むきむき、いやー、強くね。ちょ待って、何こいつ、なんか強ない、気のせい気のせいかな、気のせいだよね。いや、気のせいだと思う。ねえ、なんか強い、ねえ、なんか、待って、なんか強い、赤坂。なんか当たり前だろ、俺は強いに決まってんだろうが。なんか、なんか動きすばしっこくな、ちょっと待って、今の顔めっちゃあんたでしょ。なんか煽ってるんだけど、あらやばい、落ちると思いきや復活して。お、これいけんじゃない、これいけんじゃない。なんか調子乗ってるお前。うれ、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 やった、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、コンピューター増やしてきた、いって、あ、いやいや、ドンキーや、やばいやばいやばいと思いきや復活なんですね。これ取る、これ取る、いや、絶対俺が取る、絶対俺が取る。あー、ちょっと待って、それやられたら死ぬ。あ、いったー、いや、死なない、生きる。あ、いや、まだ生きる、ね、ちょっと、そのドンキーの顔うざいから、ちょっと怖いぐらい俺強くなってきたんだけど。ねえ、動きがおかしい、この人。なんかやる気出てきた、めっちゃ。ねえ、赤坂、何が起きてんの。いや、なんかやる気出てきちゃったわ、急に。え、もしかして赤坂隠し持ってた、実はこんな強かったみたいな。当たり前だろ、お前、俺は強いんだぞ、こんなに。ちょっと、待って待って、なんで、はい、復活できなかったね。ちょっと待って、めっちゃ折られてる、めっちゃ、こら自爆しちゃった。ねえ、ちょ、う
バイ。ああ怖いよこの人。赤坂が怖い。異次元級に強いじゃん。赤坂の動きがおかしくなったよ。やめてやめて赤坂。じゃあ俺の話を聞け。お前さっき俺のことを煽りまくったよな、散々な。煽りました。反省したかお前。ああ反省してるから、反省してるからやめて。俺が何回勝っても弱い弱いとかやめてくれろ。赤坂くん、ああもう参りました赤坂くん、強すぎるよ。え、びっくりした、こんなに強いと思わんかった。いや、あなたでしょ。いや強かったな、本当に強かったって。あんた自画自賛してるんじゃないわよ、自分のこと。違う違う、別に俺自分のこと褒めてるとかじゃないって。え、普通にこの CH っていう操作してる人褒めてんのよ。どういうことよ。ちょっとなんかね、来たい人がいらしいから呼んでいい。あ、あ、いいけど。じゃあちょっと声出せますかね、今。おーやっと来たぞ。あれか、かみちゃん、あれかみちゃん、弱いなー。 あれが弱いじゃん。え、なんで分かってんのよ、私の試合のこと。4回弱かったわー。弱かった、ドンキでボコボコにできたわー。おかも分かったかな。まさか今のは赤坂じゃなかったのかしら。そうです、今回のドッキリはスマブランプロを呼んでおかをボコボコにするドッキリでした。あー、そうやって私のことを騙してめちゃくちゃ煽られてんだけど、お疲れ様です。カメちゃんいいと思ったわね。ほらやったー。ひどいわ。次は私があなたたちをコテンパンにしますからね、待っときなさいよ。じゃあ神風ちゃんね、試合をしてくれたということでね、私からの、ね、特大なご褒美があります。え、なんだよ。ぶっちゅな、何を苦しんでるのよー。